東のレジェンド、横山典弘騎手が新た、オスナナ、ミホ、和田雄介厩舎、で七夕賞、三年上、ギー、芝2000メートルの初制覇を狙う。写真、7歳のベテラン新たこれまでの軌跡。横山典弘騎手はこれまで七夕賞に8回参戦。19年にはロードバンドールで3着、17年には鈴鹿デビアスで4着に健闘しているが、惜しくも勝利には手が届いていない。5年ぶりの参戦となる今年のパートナーは新ただ。21年のケフェウス S、昨年の友恵賞とオープンを2勝している実力馬。コンカケルは勝ち負けに加われていないが、横山典弘騎手が1年ぶりに騎乗した前走の金シャチ賞では、後方から足を伸ばして5着に健闘。勝ったプログノーシスは別格として、2着のドゥレッツァとはわずかに0秒3差だったので、まだまだ重賞で戦える力を秘めている。福島芝2000メートルも21年と22年の福島記念で3着の実績あり。14回目の重賞挑戦で悲願部位となっても何ら不思議はない。パートナーに初タイトルをもたらし、自身も七夕賞初制覇となるか。7歳と56歳のベテランタッグ、2王注目となる。